歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが自身のブログを更新。この日、團十郎さんは昨日一昨日とと題し、その日の出来事を綴った。いろんな人といろんな話をしました。お店の方や友達や先輩に後輩、男性も女性もいろいろ話をして、考えがまとまりだし、素朴な疑問が自分自身に浮かび、それを自問自答し答えを得ました。その質問を楽屋入りして宮舘くんとも話してみました。とてもらしい素敵な答えで、それを聞きとても良かった、そう感じました。人との出会いは大切ですね。さあ舞台と綴り、ブログを締めくくっていた。この投稿にファンからは、いろんな方とお話しされて自問自答、宮舘さんともいい休日になりましたね。團十郎様、今日も宮舘さんとのエピソードをありがとうございます。お話の内容は分かりませんが、先につながることならば嬉しく思いますと、たくさんのコメントが寄せられていた。人との出会いは大切ですね。市川團十郎白猿。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。